Life is a winding road。 こんにちは、皆さん。こんにちは。ちょっとうちの旦那さんが家からお仕事しているから、私は今日ちょっとやらなきゃいけないことをやる日なんですけどね。ここ数週間すごく忙しくって、去年のさ10月に、なんか公表はしてないよ、オフィシャルではないんだけど、ちょっと週1でビデオ上げれたらいいんじゃないみたいな、できると思うんだよねみたいな感じで言ってて、でそこから、まあ、何回か週1で上げれないことはあったんだけど、まあ結構ありましたね。まあ最低でも3つか4つは必ず月にビデオ上げれるようにしてきて、月に3回か月に4回、まあ結局週1ってことじゃん、そう考えると。でとりあえずまあやってはきたんだけど、ここ2週間はちょっとマジで空いた、時間が空いた、ビデオに全然やってんかった。そう、サロンの、私のねやっているサロンの方がね、結構ラストミニッツでなんか週末行けるみたいな、この時間空いてるみたいな、急に来るお客さんとかも多くって、それでねこうなんかバッタバタしてたんだよ、とりあえずなんですけど、今日はですね、とりあえず私はやらなきゃいけないことがあって、まず一番初めにもう終わらせたんで、いろんなことを、もうね今11時半なんだけど、いろんなことを終わらせたの。なんか私朝すごく疲れる、てかお母さんたちみんなそうなんじゃないの、なんか朝起きてすぐ、私はなんかこう何、それこそもう世の中のお母さんみんなそうだと思うけど、朝ごはん作り始めて、子供がお弁当してるとお弁当も同時に作り始めるじゃない、なんかそこでさ、わーって朝なんか頭をフル回転させてさやるじゃん、でそれでふって疲れるわけよね、その子供を送り出した後に。で仕事行く人は仕事行くし、私は最近朝走ってるか、それかエリソンをそのストローラーに乗せて、まあ、あのストローラーはねランニング用じゃないから歩く、エリが一緒に行くときは歩く、それをしてね2マイルぐらい歩く、で自分だけ行けるときは走る、 2.5 マイルぐらい走ったり歩いたりみたいなことを最近朝やってるので、それでさ、わっと疲れるんだよね朝、わっと疲れるの。そうで、まあそんな感じで今日は今朝終えましての、今ねターゲットに来たんだよ、エリソンがねもうそろそろ4歳になるんです、誕生日が来ててね、で1個もうプレゼント買ったんだけど、それはアマゾンで買ったのね、レゴのセット買ったんだけど、なんか15ドルとかそんぐらいでものすごく安かったから、あ、なんかもう一個買ってあげてもいいかなみたいな、トランシーバー、ウォーキートーキーって言うんだけどね、アメリカだとウォーキートーキー、変じゃない、ウォーキートーキー、そうトランシーバーをですね買ってあげたいなと思って、でも割と結構売り切れてるからどうかなって感じなんだけど、もうちょっとね誕生日も迫ってるから、もしそれがなかったらそれに変わるものをと思って、とりあえず私は今日ターゲットに行ってエリソンの誕生日プレゼントを探し、そしてその後溜まってるビデオがあるからそれを編集して、でなんかね自分用にね、なんか履きやすい靴が欲しいわけよ、履きやすい靴、何にでも合わせられるよう、ね、なんか履きやすい靴が欲しいなと思ってるから、なんかそれを見つけられたらいいなと思ってるんだけど、そんな感じの一日になりそうだから、ビログ撮れたら撮っていこうかなと思うんだけどさ、ちょっと初め AHC がうるさかったらごめんなさいね。私が毎回ターゲットに来るときにですね持ってくるのがこのリサイクルのプラスチックバッグたち、この家でさ食料品とか買ったときに出るバッグあるじゃん、それをターゲットの中に行くとリサイクルのゴミ箱が並んでんのね、でそこに持ってくんだ、太ったんだよ太ったんだよね、あれですね、ファスティングとかしてたけどさ、
やっぱりなんか自分のライフスタイルに似合ってなおかつ長続きできるようなダイエットが一番いいわけよね。だからこのダイエットが自分に効くけど、それが他の人に効くとは限らないわけじゃない。で、私は本当にね、年上、今35歳なんだけど、年を取るにつれてもっともっとこう分かってきた。なんかさ、高校を卒業すると、ああもう体育の授業しなくていいって思うじゃない、思うじゃん。だけどさ、結局ライフ、あの運動っていうのはさ、ライフに絶対組み入ってこないといけないわけよね。絶対に。もっと年を取るにつれ実感してくるんだけど、自分の人生と運動を切り離すことはできないわけ、絶対に。で、だからこそ自分のライフスタイル、自分の性格とか全てに当てはまるようなこの運動の仕方っていうのは必ずあるわけであって、でそれを時間かけて見つけなきゃいけないので、私がいろいろやってる。なんかジムに行ってみたりとかさ、昔ね、ジムに行ってみたりとか、メンバーシップ買ってジムに行ってみたりとか、あとはあれもやってみた、クロスフィットもやってみたんだけど、あれも長続きしなかった。で、そのから学んだことは、私の場合はなんかこうゆっくりとなおかつリラックスしながらできるヨガと、あとはランニング、長距離のランニング、短距離じゃなくてね、長距離のランニングが自分のこの性格とか、自分に合ったあの運動の仕方っていうのがすごい分かってきた、ここ数年で。なのだから、そう、最近はそれで、だから長続きできるようにね、あの歩いたり走ったりとか朝はしてて、子供とできるから。ちょっとここら辺がさ、髪の毛のスタイルにもよるよね。そう、いつもならまつげエクステンションもついてて、ネイルもオンポイントで、髪の毛もなんだけど、見て、この数週間バッタバタだったって言ったでしょ。もうほんとその通り、もうさ、伸びきってるし、やね、この色もさ、ちょっとトーンダウンしないといけないじゃん。だから根元もタッチアップして、で髪の毛全体的に色入れ直して、トリートメントもしたいし、それも必要じゃん。でまつげ今何もついてないし、パーマも落ちてるから、それもなんとかしたいじゃん。声裏返ってる。1時間ぐらいいたいや。1時間ぐらいいたいや。Yes。なんかすっげえ安っちんだよね。なんかさ、性能がすごいいいやつもあるけどね。ターゲットとか見るとあったんだけど。多分使いこなせないじゃん。だからこれすごいシンプルだから多分いいはず。とりあえずこのさ、探してるものを見つけられるから、見つけられたからよかったよ。これがないってなると、またね、なんか探し回ったりしなきゃいけなくなるじゃない。よし、ほんだらば私はこれからですね。何まとまってんだ私。オフオフオフ、来るつもりもなかった道。あいや、とりあえずどうぞ。いいよ、行ってや。違うの？そっちじゃないの？行けさ。入れないんだよね、まだね。全然ごめんなさい。譲るよって言うのね。滝どうぞ入っていいよって言ってね。あ、いいよいいよ。はい、あ、いいよいいよ。入っていいよって言ってね。
て買わなかったよ。エディソンの靴買ったよ。ねえ、なんでさ、子供ってそんなすぐ足でかくなるの？なんで？そして自分に帽子は買いました。ずっと欲しかった帽子。かわいいこれ、超かわいい。の、2時じゃん、2時。 What? 2? 2 o'clock やん。ほら、エディットしなきゃいけないじゃん、私。エディットしなきゃいけんしや。ランチも食いてえしや。このショット多くね、今日車ショット多いよね。はい、フォー食べました。うまかったね。これからですよ。なんとずっと言ってた、エディティングにかかるんですけれども、だからコーヒーショップに来たんだけどね、なんとかやるよ、終わらせるよ。終わらせるかどうかは分からんけど、やるよ。もうね、このね、フォー食べるとか私もう旦那に内緒だから内緒ですから。結構食べる系は内緒にするね。お昼食べたとかね。だってあれよ、あのこの間キャミーと寿司食ったのも内緒だもんそう、内緒。旦那に内緒してんのはそんぐらいかな、食べ物ぐらいかなほらほら、我慢したらさ、よかったのに食べちゃった系。えいえい、あと10分で閉まるって言われたって。あのね、私はローカルサポートしますよ。このコーヒーショップもローカルの小さいコーヒーショップだからサポートするけどね、ローカルのお店はね、閉まるのが早すぎるのよっていう、めっちゃおばさんサウンドじゃん今ね。もう早いんだよね、お店閉まるのが。ローカルのお店はさ、だって今日平日よ、平日よ、平日のさ3時だよ。3時にコーヒーショップ閉まる。もうあっこしかないじゃんね。そしたらスターバックスしかないじゃん、私には。スターバックスしかないじゃん。 Wi-Fi もあるしね、あそこはずっと空いてるし、多分8時ぐらいまで空いてるし。そうじゃん、そうじゃん、そういうことでしょ。まあということで、私はおかしくなってる私はこれからスターバックスに向かう。子供のね、迎えを多分私が今日行くから、てか私が行くんだよ。だけん、いや私が行くから、もうちょっとその学校のねあたりでギリギリまでやってっていう方がいいかなと思いまして、そうすることにしました。
違う、受けるんだけど。 OK、 よし、これから私は子供たちを迎えに行きます。はい、ということで1時間半ぐらいあったんだけど、なんだかんだもうしっかりと全部フォーカスできたのは、まあ、1時間ぐらいかな。なんかそう、このエディティングしてたらさ、2件ぐらいなんか髪の毛とか、あとメイクとか髪の毛の依頼の連絡が入って、でそれにこうね、あの返信したりとかいろいろしてたら、もうあんまりあれだね、フォーカスできた感じではなかったけど、まあ、1時間ガツッとできたからよかったけど、そう、とりあえずまあ終わんないかったけど、うん、いい時間だった、いい時間だった。こうギュッとできたからね、ギュッと凝縮してだっけ、できたからまあよかった。でこいつを、まあ今夜だな、やっぱり夜だね大体。ということで皆さん、また次のビデオで会いましょう。バイチャー。Feel like falling deeper.